あれになっとるじゃん。なっとるじゃん。こんにちは、こんばんは。ジェットブラックさんが700回目の訪問です。まさとくんが1600回目の訪問です。やば、1600回だって。でもそっか、なんか最近でもあれだよね、最近でも、ね、昨日もさ1700回目ですみたいな方いらっしゃったから、千何日みたいな、ね、シャチさんハートありがとう。え、わたまちさん花火ありがとう。すごっ、え、すごいんだけど。そう、この時間結構珍しめです。日高浩二さんかわいい、ありがとう。でもそんな本当に今日も一瞬って感じなんだけど、よかったらみんな見てや。もっちも花火ありがとう。かとちゃんさんが1000回目の訪問です。わーい、ようこそ。すごい、なんかこのあれだとさ、まあオレンジ照明だからだけど、結構茶髪に見えん。でもさ、すごいちゃんとさ、当たり前なんだけど、根元黒い、当たり前なんだけど。やちゃんバラありがとう。大曲がりにいながら花火見ず帰ります。嘘、帰っちゃうの花火。結局花火、見てないなこの夏。白夜せつなさんがフォローしました。嬉しい、ありがとうございます。今日は目の一日になってしまった。そういう日あるよね。大丈夫。兄さんが200回目の訪問です。ようこそです。いや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 、今日徒歩4時間かけて帰宅した。やば、絶対5キロ痩せてるよ。こんばんは、こんばんは。え、今富士山5合目だって。富士山登ってきます。頑張れ。だってあれでしょ、富士山ってさ、あれ8月しか登れないんだっけ。あれ違うんでしたっけ、何でしたっけ、何でしたっけ、なんかあるよね、登れる、何に、ないつからいつまでしか登れませんみたいなやつあるよね。シャチさん花火ありがとう。こんばんは。お庭で子供と花火やったくらいだな。だって一番最高じゃないですか。一番最高じゃないですか。神宮花火帰りの集団に出くわして間接的に参加はしたつもりだ。それ見てないやん。見てはないけどみたいな。あ、9月の前半までだって。富士山登れるの、富士山1回登ってもう一生登らんええやとなった。え、それなんかみんな言うよね、みんな言うよねっていうか、ハルピン金魚ありがとう。霧がすごい。だってそこでさ、ショールーム見てコメントも打ててるのすごくない？その富士山の電波が強いということを証明してくれているよね。黒ごまりんさんが100回目、メトロノームさんが200回目、ありがとう。ありがとうございます。あ、仕事終わった直後に配信見られて幸せやー。だって。やったね、お疲れ様。地元で花火大会今日あるから、きょんちゃんおいで。だって、どこだろうね。どこだろう。富士山2回目、え？いいな。いや、私も本当に登りたいんだよね、富士山。え、待って、ギリギリみやちゃんさん、ギリギリみやちゃん1800回目の訪問だって。予防、ギリギリみやちゃんコメントしてよ。1800、え、180回じゃないよね、1800回だよね。え、超子さんじゃん。超絶子さんじゃん。一回コメントしてみない。一旦1コメントだけしてみない。クリアラさん金魚ありがとう。仕事中ですが久しぶりに来ました。本当だ、久しぶり、ありがとう。あ、今度お話し会で富士山トークします。だって、え、聞きたいんだけど、めっちゃ聞きたい。ワデさんペンライトありがとう。え、森進さん花火ありがとう。あ、
それは今の花火は無料のやつなんだ。1800回すごいね。ね、1800回すごいよ。相当だって、本当に多分ガチの初期だよ。ありがとうございます。あ、こんばんは。こうなんかさ、あ、すごい今気圧の変化、なんかすごい急に耳が聞こえやすくなったぞ急に耳が、え、てかまずさ、755に書いたんだけどさ、マジで目悪くなったわ。なんか思った、やだね、本当に悲しくなっちゃいますよ。あ、山の上なの。あ、全然私は山の上じゃない、全然。なんかね、やっぱ自然とさっていうか、そこが富士山だ。いや、なんか富士山オタクと一緒に登ってるみたいになるやん。なんか匂わせ、登山匂わせアイドル何ってなるやん。富士登山匂わせアイドル、はてはてじゃん。おもろすぎでしょ。鈴木克也さんが初訪問だって。ようこそ。そうそう、日頃からね、遠くを見る習慣が大事なんですよ。あ、ミッキー、金魚はありがとう。そう、なんか近い距離のものしか見なくてさ、ふとこう遠い場所を見るとさ、なんか霞むっていうか、ピンと合わんなみたいな。大変。ね、らしいね。そう。そう、目のその筋肉がなんかどうのこうのみたいな、ちゃんとこう、目のなんかストレッ、なんか10秒ギュッとつぶって、全力で、上見て、で、またつぶって、下見て、とかさ。一時期やってたし、なんか6メートル以上先を見ると、このなんか目の筋肉が、なんかこう、緩むみたいな感じらしいんだけど。最近手元が見づらくなってきた。老眼じゃないよね、だって。ワンチャン老眼かもよ。ワンチャン。あ、最近スマホの画面見すぎて結構な確率でぼやけてる。え、だよね、本当にやばいよ。めちゃめちゃ。あ、何も考えずただ遠く見ることありますが、だって。病んでる。いや、でもね、私はなんか、意識的に、そのなんか6メートル以上先を見るといいみたいなさ、言われてたからさ、中学生だか高校生の時だかに、結構なんか授業中暇な時とかにさ、外見たりとかしてたんだけど、最近さ、だってさ、部屋が狭かったらさ、6メートル以上先が存在しないじゃん。なんか、え、もう終わりじゃんみたいな。終わりかなみたいな。ね、あとさ、え、なんかさ、目閉じるとなんとなく目休まってる気もしなくもないけどさ、ワンチャンさ、だって目閉じてる時ってさ、まぶたの裏をさ、もうゼロミリで見てるわけじゃん。目閉じてる時がなんか一番あれなんじゃないとか思ったりするんだけど、みんな的にどう？それずっと私思ってるんだよね。なんか6メートル以上先で筋肉が緩むんでしょ。そんなじゃ目閉じてる時が一番筋肉使ってるくないみたいな、なんかよくわかんないんだけど、言ってることわかる？まぶた、目を閉じてるのってさ、何も見えないじゃなくてさ、まぶたの中を見てるじゃん。なんて言ったらいいの？タカさん、ごきげんよう。あ、光が入ってこないから見てることにはならない気がする。ああ、そういうこと？そういうことなんかな。なんか、あ、深いよ。目を閉じてるときは何もかもを見てるのかもしれないですね。おー、深いね。深いんだか適当なんだか。あ、なるほどね。ピントを調整する機械、あ、違う、ピントを調整する筋肉だから、目閉じてるときは別なんだ。
なるほどね。オッケー。クッキー食べよう。え、ってか聞いてよ。聞いて聞いて聞いて。久しぶりに、ごめん、久しぶりに目閉じながらめっちゃ目動かすと目の筋トレになって視力回復するらしいだって。するか、またなんか YouTube のさ視力回復トレーニング動画みたいな、なんか動画の最後にまた明日もお会いしましょうみたいな、いいなあれ、着々と再生回数が増えるじゃん。きなこライフありがとう。健康診断企画とかやってほしいです。え、それさ、いやちょっと気になるな。健康診断だって、健康診断とかもさ高校生の時しかさ受けてないからね。最後に受けたのそれだから。シャチさん金魚ありがとう。DH インフルエンザのさあれは受けさせてくれるけど、健康診断は受けさせてくれないからね。あ、人間ドック受けようぜだって。カズヤさんハートありがとう。ネモンスさんで健康診断企画してほしい。確かになんかね、あれじゃない、でもユキリンさんがさなんかテレビの番組でなんか健康診断みたいなの受けられてたじゃん。なんか私も一回健康診断受けてみたいな。え、でも採血検査とかしなきゃいけないじゃん。やだやだ。和也さん金魚ありがとう。辻さんが初訪問ようこそ。あ、会社の健康診断も最低限だし人間ドック自腹で受けんとなとは思う。だってちゃんと受けようってなったらさどれくらいかかるんだろうね人間ドックって。今しっかり調べたらいろんなもの出てきそうで怖い。やば、体のいろんな不調が、目を背けていた不調が数値となってドカンと。採血年々見るの楽しくなってくる。だってえ、採血さまじまじと見る人いるじゃん。なんか友達にいたんだよね。もうガン見してんの、もう刺してる瞬間とかさ血抜かれてる瞬間もうまじまじと見る子がいてさ、何考えてんのって思ってた。7000円ぐらい、あ泊まりとかになると、あ泊まりとかもあるの、へえへえ。バリウムの食レポ待ってます。だってしんどいよ。あ、胃カメラマジにきつくて嫌いだって。あえ、胃カメラってさその口から入れるタイプとさ鼻から入れるタイプとみたいなのあるのかな。わさび色さん金魚ありがとう。どっちもやだな、口から入れるのも鼻から入れるのも。でも鼻はさなんかこの一番きついところをさ通り抜けたら多分余裕じゃない。なんかあるじゃん鼻の。ふん、え、和也さん花火ありがとう。その花火かわいいね。すぐるくん金魚ありがとう。え、金魚結構悠々と泳いでるの面白いね。あ、結構会社とか自治体で助成金出してくれるから調べてみるといいよ。え、 DH 出してくれるかな。 DH 出してくれるかな。あ、口からは死ぬ絶対鼻。あ、そうなんだ。あ、何でもあれでしょ、待って、 URL 違う、あい、なんだっけ、脳の MRI か、 MRI みたいな。え、どうする、末期がんですみたいな。もう
もう手に負えませんみたいな。イルグナさんが初訪問、イロハさんも初訪問、ウッチーさんも初訪問、カナさんも初訪問。 URL ちょっとおもろいですね。ちょっとおもろいね。 DH さんの福利厚生一回調べてみたらいいよって。確かにね。でもどうなんだろうね、福利厚生さ、マネージャーさんとかだったらあれだけどさ、メンバーってなるとさ、一応個人事業主じゃないですか。ダメかもね。あ、今からゆずきちゃんからビラもらってくるけど、なんか伝言あります？え、ゆずきさ誕生日に LINE くれて、私それ返信したんだけどさ、多分既読無視されてるんだよね。いや、まあいいんだけど、よかったらご飯行こうよって感じなんだよね。元気かな。ゆずき今何年生ですか？高1とか高2とか。またご飯行こうねーって、またご飯行こうねーって言っててください。わさびろさん、花火ありがとう。今何食べてるの？クッキー。あ、てか私もさ、この前さ、渋谷に行くタイミングあってさ、ゆずきいるかなと思ったけど会えなかった。なんかハチ公前でビラ配りとかしてるじゃん。クッキー裏山やろ。ピザは好き、好きです。キムコさんが初訪問、キムコさん初訪問、ようこそ。わさびろさん、花火ありがとう。そういう花火の形ってなんて言うんだっけ、なんか、あ、ナイアガラの滝、ナイアガラ。もっち金魚ありがとう。あ、キムコさんこんばんは。だってコメントありがとうございます。ゆずき高2か、高2なんだ。高2か、やべえな、マジか。高2なの？嘘、そんなもんお姉さん、マジっすか。シャチさんも花火ありがとう。昨日何時に寝た？今日寝ました。みんな元気かな。あ、でもあれだよ、誕生日クララが LINE くれましたよ。かわいいよね、本当に。ラヒエクララ、クララとこもまた遊びたいと思います。こんばんは。私も今日寝た。え、昨日寝てる社会人とかいる？いる？とか言って。その日のうちに寝たこととか、もう何年前ですかみたいな感じなんだけど。昨日寝てる社会人、寝落ち以外にいない説ある。え、そう、寝落ち以外でさ、昨日よし寝るぞって言ってさ、23時とかにさ寝てる人いるのかな。ハルピンハートありがとう。あ、こないだ今日は美人良かったってメール来たから、どんなもんかと思ったら、添付されてるのお弁当の写真しか来なくて草でした。そうそうそう、あ、体調悪い時だけその日に寝る。まあでもそうなっちゃうよね。すまん、22時に眠くなる。え、何かわいい、何かわいいんだけど。ゆうしゅんさんハートありがとう。トゥ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 、あれ、
嘘、私15分テロップ見逃した。そんなことあっていいのか。いや別にいいんだけど。配信24時までだから見てると必然的に日付またぐ。そうだよね、まあ、毎日誰かしら配信してるしね。結局ショールーム最後まで見てる時点で今日。いやそうなんよね。ラジオでゆいゆいさんが絶対0時に寝るって話してて、そんな人いるん、絶対0時でもまあ絶対その方がいいよ。早く寝ないと太るし、マジで。あ、待って、その話しようと思ったんで、聞いてよ。私さっき体重計に乗ったらさ、めっちゃ痩せてた。めっちゃではないんだけど、そのなんかこの数字いたの、この数字見たのいつぶりやみたいな。感じで嬉しかったです。すごいじゃん、ええやん、ええやん、ええやん。和也さん花火ありがとう。痩せてたならよかったね、痩せてたならよかった。でも体脂肪率変わってなかったから、うんって感じですね。だってさ、体脂肪率変わってなくて体重減ったってことはさ、体重変わってなくて、体重減っててでも体脂肪率は一緒ってことはさ、体脂肪の割合的には増えてるくねって思っちゃうんだよね。激痩せっすか。いや私が激痩せすることはありません。私は激痩せすることはありません。まあ確かに、確かに正確なデータじゃないから、そうそうそう、そうですよね。体脂肪率同じなら割合も一緒、マジで。え、クッキー終わっちゃったんだけど。まあいいや、まあいいやっていうか、え、でも高校生の時より、あ、高校生の時より、高校生の、高校生私分かんない、でも中学生の時何キロだったんだろう、分かんないけど、多分体重だけで言ったらなんか多分中学生の時ぐらいかも。嬉しい。何のクッキー食べてたの。映らねえ。映らねえ。これ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 、なんか森永のチョコチップクッキー、ホワイトチョコチップクッキーです。美味しそうだなと思って買ってしまったよ。まランキング読むね。ま、うん、ランキング読むね。13位プントさんありがとう。12位アイヤさんありがとう。11位マサトくんありがとう。10位クラスドキさんありがとう。9位まこちゃんありがとう。8位きなこありがとう。7位すぐるくんありがとう。6位なさかさんありがとう。5位はるぴんありがとう。くしゃみでそう。4位がシャチさんありがとう。3位わでさんありがとう。2位わともちさんありがとう。そして1位がわさびいろさんです。ありがとう。森永のチョコチップクッキー美味しい。そう美味しい、めっちゃ。なんか2枚でセットになってるみたいな。2パック、2枚パックかける6です。ぜひちょっとホワイト、やっぱホワイトチョコが好きだからさ。ではでは、配信皆さん遊びに来てくれてありがとうございました。ハート白い方、よかったらハートをピンクに。他の SNS もやってるので、ぜひ。ということで、1799人の皆さん、配信遊びに来てくれて、ありがとうございました。じゃ、また、明日の配信で、お会いしましょう。
金曜日、あ、そうか、今日金曜日か。みんなお疲れ。またね。